フルトン・ジョンシーンは、アメリカ合衆国のカトリック教会聖職者。ニューヨーク州ニューヨーク大司教区補佐司教及び、ロチェスター教区司教を務め、そのテレビによる伝道活動により、最初のテレビ伝道者の一人であるとみなされている。イリノイ州のエルパソという町に生まれる。幼少期には結核を患っていたという。家族揃って、ピオリアに移住すると、フルトンは自社を務め、 この時に彼は初めてカトリック教会に触れた。1951年にニューヨーク大司教区の補佐司教に就任した。プロテスタント各派が積極的にテレビやラジオでの伝道を繰り広げていたのに対しカトリック教会は出遅れた感があった。そこでシーン神父はテレビに積極的に出演し伝道活動に心血を注いだ。ラジオ番組ザカトリックアワーや テレビ番組ライフイズワースリビングを放送した。1966年から1969年にかけてロチェスター司教を務めた。1979年にニューヨークで亡くなりセントパトリック大聖堂に埋葬された。2002年に彼に対する劣勢運動が公式に始められた。現在は神の僕であると称されている。俳優マーティンシーンは 本名ラモンジェラルド・アントニオ・エステベスだが、フルトンシーンにあやかってこの芸名をつけた。ありがとうございます。